すべての命の始まりは海だった。16歳からのめり込んでいた俳優の仕事よりも波に乗ることに夢中になり、勝手気ままに生きてた。海はそれほど素敵なフィーリングを僕に運んでくれた。今の僕は俳優はやってない。今の僕は波乗りもほとんどやってない。海が新たに僕に運んでくれたフィーリング、海が僕に与えてくれた新しい役。山本太郎の人生が変わったのは原発事故からです。大きく変わりました。この国の本当の姿が分かった気がする。テレビの世界に20年、芸能界に20年いたから、テレビの世界のルール、映画の世界のルールはよく分かっています。企業に対してマイナスになるような発言は絶対に許されない。戦争法案と言われるものが安保法案ですよね。我が国を取り巻く安全保障環境が著しく変化をしている。中国が、韓国が、分かるでしょう皆さん。我が国を守るためには我が国の軍備をより強くしていくしかないというような話し合いがされている。戦後70年、今まで守り続けてきたものが根底から覆される。事故を引きずり下ろすということに関してはもう限りなく妥協します。じゃなきゃもう変えられないんだもん、もう終わっちゃうぜって話ですよ。安倍総理見たら分かるだろっていう、安倍政権見たら分かるだろって、この国の70年間の歴史をひっくり返すようなことを次々に決めていってるぞって。